まず、このコンピューターを信用しますかっていう、えー、iPad を、えー、パスワードを打ち込んだ後、えー、開くときに、えー、この画像をパソコンに映そうとしてるんですけども、繋がらない。普通は繋がる。これが現実。ほら、画面までぼやかしよう。さっきしっかりと。 ピンと合わせないようにしてこれがコンピューターの現実でバレたらやっとピント合わせよう全部自動これが事実みんなが覚え,覚えておけばいいこの方法コンピューターへの対応策ある意味リーという音声入力システムを守るためのシステムのようにも見えるリーをかばうためにリーっていうのは人間の喋った言葉それそのエシュロンというシステムを正当化するためのものそこでデータ改ざんがされるんだったら何の意味もない以上